こんにちは、カレーレスです、今日も最近買ったものを紹介をしたいと思っています。まず本日2023年の11月14日なんですけど、これが出たっていうことなんですよね。これが町田光さんの義兄駅3なんですけど、この前源の義経の義経記の、現代語訳なんですね。でこれがまあ1、2出てて、5年ぶり2が出てから5年ぶりに3が本日発売されたっていうことで、その書店に行ってね、私も買ったんですけど、いやーちょっと待ちに待ったというか感じですね。町田光さん、僕本当に好きなんですけど、パンクロッカーなんですね、彼が。で批判的なことを結構書いたりするんですけど、頭のいい方で、非常に魅力的な文章なんですけど、知識人にはなりたくないっていうようなことが伺えるんですね、その文面であったり、そういったところから。でその葛藤の中で生まれる皮肉みたいなものがとても僕が見たいものなんですね。そういうものがここにこうふんだんに盛り込まれていまして、はるか昔の日本の物語なんですけど、この現代と完全にこう現代の織り込んでくるんですね。この愛だからもう、こう行ったり来たりする感じが、振れ幅がですね、本当に見てて痛快なんですよね。こんな暑いんですけどね、最高っすね。今度これですね、これは CD なんですけどね、ロムロムロムっていう、これまたロフトアプソンに行きましてですね、山部さんにおすすめの CD がありますかっていう、今年のベスト100もね、もうすぐ控えてるってことで聞いたらね、全然これから先行するみたいな話でしたけど、いやこれだと。でライナーノーツと前書きっていうか、そういったのを書かれてて、こういった感じで書かれてて、読んだところ、野辺ユースケさんがカンボジア音楽がお好きだっていうことで、カンボジアに行かれてトゥクトゥクでガーッと歌手だった方が歌っていた方の住んでいる村にこう行ったらしくて、でその村で、その好きな曲を歌ったら、みんな他の村の人たちも歌って、もうユートピアが生まれたみたいなことが書いてあって、でその1960年代から70年代当時のカンボジアの音楽のカバーですね、あとライブの曲も1曲入ってますけど、そういう内容でした。アジア圏ですから、タイとかアジアのミュージックの歌謡曲的なニュアンスが非常に強いけど、ジャズとかなんかアフリカのフィーリングもなんか入っていました。でも録音も多分当時のカンボジアの雰囲気を意識してのなんかミックスとかマスタリングを施してるんだろうなって、ちょっとくぐもったのっぺらとしたような運動でですね、2023年にサブスクだなんだある中で、これを作ってそういう録音して出すっていうことがもう素晴らしいですね。でそれをロスアプションでね販売するっていうのが、もう僕はそれ全部含めて素敵だなと。私が今本当に大好きな作家はそいつらなんですね。これ浅田さんの作品集の陣なんですけど、これ、1から5まで出てて、1と5を持ってるんですけど、今回3を買いました。実はその展示やってらして見させていただいて、でちょうど搬出日ということで連絡取り合って、ロスアプソンで初めて浅田さんにお会いしまして、お話いろいろ伺って、昼からちょっと焼き鳥をですね、大将ですっけね、
ちょっとみんなで酒をおりまして、こんな嬉しいことというか贅沢な時間でしたね。思っていた浅田さん像と、そうだな、言うてもこう思った通りでもあり思った通りでもないというかですね、確かに気難しいと言われたらそういうような面もあるかもしれないんですけど、それがあってのやっぱり画家さんであるし、で、すごくあの方にとってのこの、アイデンティティがすごく強く持っておられるっていうのを感じて惚れ直しました。大好きですね、この方は。酒一緒に飲めれたのが本当嬉しくて、ずっとガブガブ飲んじゃいましたね。もうなんかそのあの方の思ってることをこう飲みながら聞いて、僕も思ってること言ってっていう、こう嘘のない話がね、酒飲んでできるっていうのは僕がすごくしたい方なので、でこういうの買ったりしましたね。買いますよね。翌日というか、見たいライブがあって、夜見てデザインフェスタにまた行ってきまして、アーティストの方で好きだなと思った方がいらっしゃって、そのポストカードとか買ってきたんですけど、その中で二方のものをちょっと見たい、紹介したいと思います。高瀬幸太郎さんですね。コラージュですね。これ僕好きです、うん、その方の、やっぱもう全部僕の好きな方と通ずるものがありますね。これはもういなたさと人間らしさっていうか、嘘のなさっていうか、それだけですね。それが感じられるものがとにかく好きですけど、でもコラージュしておられる、あんまデザインフェスタとか行ったり、いろんななんか見に行ってもコラージュっていうものをしてる方っていうのは本当に少なくて、その中で、こういった僕が好きなタイプのコラージュの方がいらっしゃるっていうのはちょっと嬉しかったです。テンション上がりましたね。勇気っていうあの版画の方ですね。これはベルリンのにいるマキさんと東京のゆうこさんの木版画プロジェクトで、まあ、こういった人物をこう木版でこう色とか使い分けて作成されて、これもなんか一目見た時いいなって思いましたね。好きですね。そうですね、好きだなこれはっていう感じでしたね。以上です。